なんだこのマクワイヤちゃんとユーニオーって何なんだよ。どっちも俺が嫌いなキャラなんだけど。どっちも俺が嫌いなキャラだよ。いやー、俺、ウィリアム殿はそんなに嫌いじゃないんだけど、なぜか嫌いにさせられたんだよ。なぜか嫌いにさせられたんだよな。ユーニオーちゃんとデュエルディスクみたいなのある。やばいよ。どっちも勝たないで。どっちも勝たないで。お願いだから。お願いだからどっちも勝たないで。さあマクワイヤちゃんはなんか元ネタがあるのかな。嫌なんだけど、マクワがなんかハイソックスみたいのを履いてるの嫌なんだけど、あのパンチらしいほど助からないし、恐ろしすぎる恐ろしすぎる。ネットワークテストみんな応募したくない。あれかエルデンリング、エルデンリング俺は初見でやりたかったから応募しなかったわ。エルデンリング本当楽しみですよね。ニオと違って、ニオと違って本当楽しみだわ。テスト落ちたアミンはあれだよ、初見でできる楽しみがあると思えば全然乗り越えられるさあウィリアム殿は型を切り替えて戦っておりますね。いやーマクワーがちょガタイさを有利、ガタイさのね体格差が有利かもしれませんね。ニオン面白いだろう。いやニオンね、いいゲームなんですよ。いいゲームなんだけど俺にはたまたま合わなかっただけ。ニオンね別にマジでねクソゲーじゃないですよ。全然本当に神ゲーだと思うニオン。ただ俺には合わなかった、本当にそれにつける。本当にいやーもう助けて、地獄地獄すぎる、地獄すぎるぞ。いや本当にやばい、やめてくれやめてくれよ、許してくれめん。さあソウルチャージかましていくお互いが、いや許して、いやこうなったらちょっとユーニオの方をちょっと応援しちゃうな。この見た目に勝ってほしくないぞ。さあガーフ攻撃叩き込んでくる。どうしてどうしてなの。さあウィリアム殿ガードブレイクからも腕がエンサの炎に飲まれております。さあガードが硬いマクワイヤちゃん。さあガーフを崩していく。いや本当に助からない。いやどうしてどうしてどうしてなの。帰ってくれよマクワ、本当に。いやお前100歩譲って来てもいいけどその格好で来るな。対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。ありがたくないけどありがとうございました。